ピンポン。お母さんって時々面白い天然ボケを発揮する時ってありますよね。はい、まあせやな。お母さんだって人間やし、面白天然エピソードの一つや二つは誰でもありそうや。ちなみに私のお母さんは先月ラップを始めました。面白すぎんだろ、ふざけんな。今回はそんなお母さんたちの面白エピソードを集めて煮詰めて食したいと思います。わけのわからん食レポ動画にするのはやめてください。普通に紹介しろや。まずは朝食を準備するお母さんからのメールをご紹介します。はい、朝食チリアスにする。重いわ。食事関連でこちらもご紹介。はい、今夜はエビフライだよ。早く帰ってきてね。サソリじゃねえか。お次はケーキのいいお母さんからのメールです。はい、今どこどこどんどこどん。フルコンボだどん。お次はのびのびとしたお母さんからのメールです。はい、今からビヨヨンに行ってきます。お母さんのびのび。こんな明るいメールも来ています。はい、フロムお母さん。件名ニュース。お父さんがリストラだよ。お父さーん。って何これ。かわいいお母さんのメール特集。いや、かわいいけども。ちなみにこちらの方をご存知ですか。あ、先生のお母さんやろ。なんと今日はご本人に来ていただきました。いや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 。ヒュー、お母さん。かわいいお母さん。かわうそのお母さん。ラップ。どっちもかわいい。かわいいはかっこいい。かっこいいはライオン。ライオンといえばポンテライオン。ポンテライオンといえばドーナツ。連想ゲームを始めんじゃねえよ。イエーイ。友達のお母さんに失礼を承知で言いますけど帰れ。